サム、チーム勉強の時間よ。もちろんよ。脳トレが大切だって覚えてる？僕の脳みそはスライムだって。違うでしょ。どうしたの？本に食べられちゃうかと思ったんだ。ただの本よ。噛む本を見たことないの？本当なら僕にも見せてよ。じゃあ休憩してから怪物的な怪物の本を作ってみよう。やった、勉強は中止。 皆さん、今日は魔法のクラフトのレッスンですよ。僕にぴったり。何に変身させるの？何を変身させたいの？うん、あ、いいこと思いついた。アピアリカスウッドボックス。これがハリーポッターの魔法の生き物の教科書になるのね。魔法の生き物ってハムスター？うちのハムスターは魔法とは関係ないわ。パテよ、ありがとう。 ペットの動画が好きだったら高評価ボタンを押してね。やっほー、やばい。高評価が増えてきた。<笑>本物の魔法使いみたい。ホグワーツに通えば。マクゴナガル教授の手紙を持ってないからダメだよ。諦めないで。今日はホグワーツの教科書を作ってあげるから。でも噛まれそうになったらどうすればいいの？心配しないで、塗り終わったわ。うん、本のページみたい。 次は絵の具を塗っていこう。そうね、下塗りをしてからタッチを加えてみよう。ほら見て、この層はうまく塗れたわ。うわ、これってウィンガーディアムレビオーサ？ それかスライムの仕業？<笑>またいたずらして、何か他にも隠してない？これのこと？本の歯の下書き。うわ、怖い。ポリマークレイで作ってみよう。ほら、鋭い歯でしょ？ガオー。そうね、すっごい歯だわ。取り付けてみよう。しっかりと貼り付けないと取れちゃうよ。よし、次は歯茎の形を整えてみるわ。 うわ、見て、かなり怖くなってきたわ。続けるわね。びっくりさせちゃおう。ガオー。なんてこったや、やめてよ。また自分もいたずらしようとしてたくせに、今回は私の勝ち。はい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 。他にも武器があるから覚悟しててね。もう次に進んでるのね。モンスターの本だから触手が必要よね。どんどん作らなきゃ。 よし。小さな可愛い触手を見て。ちょっと寂しそう。ポリマークレイでつなげていこう。ギリシャ神話のメデューサみたいでしょ。うわ、サムチン石になっちゃったの？いや、自分のかっこよさに見とれてたんだ。えへへ。 ここでは指紋を消すためにクレイソフトナーを使うわね。スライムが触るとどうなるの？心配しないで、もう終わったから。でももうちょっと触手をリアルに見せなきゃね。さあ、吸盤をつけてみれば。わあ、すごく簡単なのに超リアル。やばい、すっごくリアル。かなり上出来だね。 ありがとう、サムチン。グッドタイミング。オーブンに入れてきて。うん。何分間にセットする？ 120度で約15分間よ。触手を焼いてる間に次に進むわよ。見てるぞ。え、捕まっちゃうよ。石化の呪文を忘れちゃった。うわ、うわ、はい。ありがとう。次は目と鼻を作るわね。触手が焼けてるかチェックしてくるね。 映画の本は雲みたいに4つの目があったわよね。目を4つ作ってからくっつけるわ。鼻も忘れないでね。匂いを嗅ぐために必要だから。サム、半分手伝ってくれない？うん、反対側を作るんだよね。うん、4つの目があってもあまり変わらないな。そう、雲って目が悪いから影と光しかわからないことが多いの。 じゃあ僕はもう一つメガネを使おうっと。この模様を見て。サムチン、終わったの？うん。
当然だよ。サムの作った部分と組み合わせてみよう。この部分はもうすぐ終わるわ。じゃあまた焼かないとね。今回はソフトナーを塗ってからドライヤーを使うの。オーブンだとプラスチックの目が溶けちゃうからか。その通り。始めるわよ。ラララララン。サムチン落ち着けば。何持ってるの？題名を切り取ったけど残りをなくしちゃった。見つけたわよ。クレイに名前を刻んでいこう。型紙に沿ってピンで刺してみたわ。うっす、ホグワーツの外で魔法を使っちゃダメだよ。魔法じゃなくてクラフトの技よ。はい、いろんな技を見逃さないようにチャンネル登録してね。切ってからオーブンで焼けば出来上がり。瞬間接着剤で箱に取り付けていこう。うわすごい。噛みつかれる。いたずらされないように取り付けていこう。うわすっごくリアル。牙も本物みたい。どう思う？口は取り付けたけどまだやることがあるわ。じゃあ残りの部分をパテで塗っていこう。よく似合ってるね。サムチン、いい？いいよ。この合成比較を表紙に貼り付ければ本に見えるはずよ。サムがしてくれた装飾が隠れちゃったから皮を切り取らなくちゃね。見て、僕は後ろにも目があるから隠れることはできないよ。ちょっと不気味だからこの箱に守ってもらわなきゃ。そんなの平気だよ。スライムは怖いものなしだから。でも箱の秘密を知りたくないの？魔法の秘密だったら教えて。うん、この目は泥棒を監視するためのものなの。中身は教えてくれないの？ずるいよ。特別に教えてあげるわ。サムに最初に見せてあげる。うん、すっごく楽しみ。落ち着いて、もうちょっと待って。絵の具をこぼしたくないからだよ。スピードアップする呪文を知らないの？即興でやってみるわ。ペイントカス、カラリフィカス。あは、うまくいった。それは動画編集プログラムでしょ。まあその通りね。じゃあ次は触手。ここは明るいピンクっぽい色にしてみよう。この部分は僕のお気に入り。アーティストになっちゃおう。暗い色で吸盤をリアルに見せてみよう。よし、今度は歯茎。サムチン、色を塗りたいんじゃなかったの？どうしよう。歯の近くはちょっと怖いな。モンスターの本を落ち着かせたかったら撫でればいいのを覚えてる？うん、よしよし、いい子だね。うわ、うまくいったね。次は歯茎をリアルに見せるために色を加えていこう。全体的に塗らなくていいの、部分的にね。あと歯が汚れているように見せるために歯も塗っていこう。歯磨きしないのかな。あう、磨かなくていいから噛まないで。サムチン、表紙に使うための毛皮を持ってきて。持ってきたよ。変装にも使えるね。よし、歯茎と歯にツヤを出すためにアクリルを塗らなきゃ。早く乾かして、もう待ちきれないよ。最後は偽の毛皮を貼り付けてっと。小さく切って直接接着するの。毛皮をたくさん貼って、もうすぐ出来上がるから一緒に見てみよう。撫でてあげて、よし。開いてっと。うわっ、宝物だ。あ、箱の秘密がわかった。す、これ最高じゃん。じゃあ勉強始めよう。ちょっと脳トレしなきゃ。でもその前に脳のエネルギーのために
チョコレートのカエルを食べるね。わかったわ。魔法のクラフトが気に入ったら高評価ボタンを押してね。新着動画を見逃さないようにチャンネル登録も忘れないでね。バイバイ。